コン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 。何？あーそぼ。あーそぼ。明日な。無理。えコン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 。あーそぼ。早く。うわーうわー。あーそぼ。あーそぼ。あーそぼ。何そのなんかわからんやつ。ちょっと一回。怖い音が。お母さんの部屋綺麗からお母さんの部屋で撮るか。ということで結婚おめでとう。俺結婚せえへんて。めっちゃ痛い。あ、待って、お前さ、膝蹴りし続けしてくるやつ。痛い。これが一番。いきますか。はい。夜景でも見に行く？夜景見に行く。どうやって見に行くの？何をするかを決めてないです。お前は何もする。はい、はい。お母さんの部屋どれだけパクれるか。ウソータスイッチ。なんで私たちは二十歳を超えて三人でお風呂に入っているんだ。三兄弟の私たちはお風呂に入っている。ブザル。あ、もう最悪も。もう最悪もダウン。あっさダウン。あ、待って。ということで僕は短期間で行きましょう。そして絶対言わんな。どうしました？こんなお風呂呼び出して何なんですか？いやー、なんか僕が二十歳になったじゃないですか。はい。二十歳なんて一緒にこう三人で入る兄弟っていないじゃないですか。確かに。もうだってこのお風呂をどれだけ広くするかにかかってるもんな、今後。いやもう今後。だってまだスーツは身長伸びるからね。まあギリね。まだギリ。まだね。その顔で身長190だったらキモい。ギリ。お前。三人でお風呂入るって。はいはい。僕二十歳なんてか実はしてないんですよ。でまあ僕はお風呂入りたいなって。いろんな話をしたいなって。いろんな話をね。したやん。いつどこ行ってた。ギリ入れてんの奇跡マジ。奇跡。五年前から比べたら多分。その比べたわけも。でも空いてたから、ね。どのぐらい空いてたから、ね。はいということで。ここからお兄ちゃんが進行していくということで。あ、何にも。MC 状態になる。MC みたいな。何の話するんですか。じゃあ。各国の地球温暖化について語りますか。日本はまずいと思います。深いやつ。深いやつ。一番深いは。最近どう？最近どう？考えが。外に不満を持っていることがある。あら。走り女。ああ、確かに。なんで？何があった？何があったん？自分も取りに来る。お前死ぬ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 痛い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 
団がうまっ、マイコンリアクションお前さ、マジ思う、最近僕も思うんだけどさ、おならフレアンプいてあんまなんか、おなら触れる、あの、ええねん、おもろ、おもろなるというか、それでなんかみんなが笑顔になる。いや、違う、おならで笑顔にしたいけど、おならで笑顔にしたい。お前さ、違う、はいみたいな、タイミングうまいねん、それが腹立つな、パッて、いやいや、うまい、才能やと思う。いや、お前さっていうことによって新しく見た人はさ、すんみたいな、するんやん、人間大事なのすんねんけど。今回の案は、父さんは走らせられないくて、スーさんを鳴らすで、別でいいですか。あ、まだお兄ちゃんもあります。可決しないよ。まだお兄ちゃんのファンもあります。ないあるわ。ない言えるもの言ってみろ。咀嚼音の音がひどすぎる。ほんまに。なんだ咀嚼音の音。別にこれは自然現象やからしゃあないんやけど、意識してないやろ。意識してない。だからしゃあないんやけど、咀嚼音の音がひどすぎる。くちゃらじゃないやね。くちゃらの一個。おい何がや、何だよ、キュウリ食べるとき、カリってなるはずないんやけど、コッて音がすんねん。パンとかでも、咀嚼音ならんはずやのに、たまになんねん。あの、強く噛みすぎて、めっちゃ。はい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 。あれ、そう。鬱陶しい。言うて直しますわ。じゃあちょっとやかましいよね、話。ああね、ASMR だから、 ASMR 死亡してるよね、多分ね。死亡してるやん。そう、うざいの。うざいというよりうるさい。うるさい。ああ、確かに家の中ではええけども、お外でね、してるよねって。ああ、ちょっと気をつけます。そう考えたらスーさんもいっぱいありますけどね。うわー、はいはいはい、なんて楽しな、素敵だ。すぐ寝るね。ああ、わかる。すぐ寝るのは別にもう起きひんよな。夕方から寝て1時間後に起こしてって俺よく言われるんよ、うん、来たことがない。もう起きひん。身長高い人ってさ、効率が上げてるの。あ、大きいからね。大きいから、眠なったりとかも、動く量が多い。それで眠なる。お前、ちっちゃいから、効率が大きいというか。え、来た。すごい音したね、今。大丈夫。ちょっと、一個考えたよ。僕の対策。今、ソファベッドやから、いちいちソファに戻そうかなって。あ、いいや。ちょっと自分でも対策はしようかなと思ったんですけど、ちょっと体がうまくいかないですね。体がうまくいかないっすね。取り替えたら？待って。取り替えたら？何を？体を。誰と？魂って 1.5 グラムらしい。1.5 グラム。アイス食べやん。お風呂で食べたい。食べる？ワンちゃんアイス持ってきて。これや。始まった。これや。これまだマシじゃないですか。つけてるから。うん。裏で言ってくるんですよ。いや、いつもそう。まあいつも。裏側すで前までちょっとエクボクスだから。やめ。今はもうそんな奇妙に。ちょっと待ってください。これでも一個誤解があるんですよ。ワンちゃん何もしてへん。確かに僕にしてる時、スーさんが何もしない時にあんちゃんに言うからな。してる。俺は何するからあんちゃんは何してって言ったらいい。お風呂入ってるから。いやみんなやろ。みんなやろこれ。じゃんけんでいこう。ね。なんで？これまでの流れ見たら嫌やっていうふうに。どうどうやん。しりとりやろ。なんでやねん、むずいやろ、しりとりでやんの。高速しりとりでいこう。高速しりとり。はいはい。ダメ。メダカ。
カモメ。メンタラ。マントヒ。大きい。機内。椅子。スイカ。メダカ。よっしゃ、行こうか。よっしゃ。痛い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 愛してる。違う変わるって、変わるって、あーちょっと、あの隠すから、どうやって、なんでお前かわいそう、なんでずっと飛んでくるん、なんで言うほんまにアホなんちゃん。はい、持ってきました、イエーイ、ゴロンと果肉アップルパイ、マジでやってんの、はい、速報みたいな、なんか緊急事態みたいな、びっくりした、いやーびっくりした、それはびっくりするやろ、動画見てたから、俺動画やったよ、持ってきました、いやゴロンカリクアップルバイバー、走るバター、あー懐かしい、いっせーの、あーじゃあバターどうする、喧嘩投げ出しましょう、いいよ、もう一回投げる、いつもお世話になってるから、おおお取られた、やばいやばいお前せーのーで、ハッチャッパー、うわ、めっちゃ美味しい、なかなかないですからね、そうですね、誰かしら夜生配信してるの、早く行くときないから、確かにあんちゃんと早くときあるけど、あんちゃん最近悩み事なんだ、うまい、悩み事モテすぎて困ってますとか、うん、まっ、しばきますやつもう全然いいんや、順風満帆やん、だってずっと家におんねんもん、エイペックスでランクができんの、ほらもう一番楽しいもん、一番人生楽しい、こんなに家おったことないと親にいた、あーまだ、いやまだ春休みに来られちゃう、いやもう長い過ぎてます、みんなどうです、みんな仕事頑張ってんだよ、昨日それ思っとった昨日みんな仕事頑張ってんねんもんやばいニートやんって思いながら、よそ見えた、よそ見えた、え、あんなスカート履きながら思っとったの、みんな働いてるんだ、みんなにできへん体験できてるくない、夜は何も起きない、夜中起きられへん、別に夜中起きなくてもよくないの、それがなんか夜中見たいやん、こう、映画とかさ、アニメとか見たくない漫画とか夜更かしして見るのが楽しくない、うん、まあわかる、まあ、俺毎日やってる、お前ほんまに腹立つな、ほんまに腹立つな、悩みか悩みか、あのなー YouTube がおもろいもんないね、うわー、それがない、それがないかもしれない、わかる、じゃあじゃああるやん、全部ないね、漫画も読まないかも、漫画つけたら2ページ目で寝てる俺も、あ、まあ、読
漫画ってブルーライト使わへんからな。ブルーライト？ブルーライト？ごめん、分からへんかった。分かれた。複数形の使い方。分かんない。いや、なんだその、なんだその。目まぐるしくな。いろいろ頑張ってますから、みんなで。はい。おい。ね、何も思わない。何にも思わないよね。いいことやね。いいことではない。正直に答えたな。正直に答えたな。それが嘘みたいな。いや、俺嘘みたいな。嘘言うてるんやんねん。え、何？あ、確かに家建てたいかも。家建てたい。親を建てたい。確かに家建てたい。家家ですね。3世帯住宅1世帯目。今度こう繋がって、あの、どうもりみたいな、こう悔しい。これは何か、いやいや、俺も嫌。何が嫌なん？何でになってんねん。それお母さん入ってるやろ、それ。で、お母さんは倉庫で寝る。怖いそう。それはうわーじゃない、それちょっともどこない。いや、倉庫ちゃうやろ。うわーって、うわーじゃない。なんで俺ほんまに倉庫にお母さん放り込んでるかしら。いや、やっぱ三世代住宅使わなきゃいやん。いや、コウさんの家、スーさんの家使わなきゃいやいや、違うとこで住ませてくれ。どうすればいいのか今、悩んでるよね。どこ住むん、コウさんじゃ。俺、東京。なんで何回変わるの東京。あ、でも、北海道か東京か沖縄かな。人気なとこしか行きたくないやつやん。いや、人気ない。まあでも東京かな。武甲さん、東京行くってことはめっちゃ働いてこういろいろ頑張る人が行く街じゃないですか。ウーマンになれるんじゃないですか、こう、うん、夜の街がな、飲みに行ったりとか。僕ひもになるんで。何もない。なんかあるっしょ。